こんにちは、カノです。今日はですね、オリジナルで、手ぬぐいを作成する方法、これについてね、お話しさせていただきたいと思います。ご存知のように手ぬぐいというのはですね、本染め、それとプリント、それと、インクジェットのプリント、この大まかに分けて3つあるんですね。それで、それぞれのやっぱ特徴があります。いいところもあればやっぱデメリットもあるんですね。でその辺っていうのはなかなか分かりづらいところですね。なので、ぜひですね、私どもにご連絡いただいて聞いていただくか、まあ、あるいは、それぞれの特徴をつかんでですね、それに合ったデザインをしてもらうっていうことが大事なんです。ですからそのデザインにをつける前にですね、先に相談していただくのが一番間違いないですね。デザインできてから、この本染めにしたいんですけどって言っても、ひょっとしたら本染めに合わないデザインかもわからないんです。そういうことがありますので、ぜひ先にですね、デザインを作る前に我々に相談してください。よろしくお願いいたします。